日向さん、騙しててすみませんでした。うん、いいよ。こうしてちゃんと元通りになったんだし。やはり優しいですね。僕は感動で涙が。そういう話はまた今度やるってばよ。む。まずはこれ、返しとくぞ。おお、大事な人形。そんで、あとはこれな。むう。しかし、いいのか、本当に。せっかくお前が優勝したのに。俺ってば、もともと副将に興味はなかったし。それより、記憶がなかったらいろいろ不便だろ。だからまあ、それくらいくれてやるよ。ナルト。よかったね、メカナルトくん。はい、嬉しいです、とても。それでは、早速。ドキドキするね。これはどうだ。何かいろいろと思い出してきたぞ。ようやく戻ってこられたな。新小石確認、メモリ回復100%、キュービモード起動。おい、大丈夫か？感謝するぞ、貴様ら。なんだってばよ、お前は。俺様か。俺様はメカナルトが持つもう一つの人格、キュービモードだ。キュービモード？そう、俺様は軟弱なノーマルモードとは違う。この世を破壊するために作られた最強の存在。気をつけろよみんな、こいつさっきまでとはまるで違う。久しぶりだ、こうして表に出たのは。貴様らのおかげでようやく戻ってこられたぞ、ノーマルモードのやつ。まさか俺様を記憶ごと封じるとは、いまいましい。封じたって、おい、お前。だがこれで俺様は自由だ。さあ、破壊を始めようか。人界全土を破壊し尽くしてやる。メカナルト君。あいつ。雲隠れの里、負傷者125名。岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、建造物に被害が出ているそうです。その他各地で暴れている姿が見られ、住人から救援要請が出ています。やられたな。もう少し調べが早ければ対策が取れたってな。しかし、さすがは破壊兵器といったところか。少ない時間でここまで被害を出しやがると。何か掴んだんですか、師匠。メカナルト、姿形が妙だったんでな、裏で暗部に素性を調べさせていた。で、あのメカナルトの正体は？
さっきも言ったろ、奴は人界を我が物にしようと企むある人物に作られた破壊兵器だ。そしてナルト、お前に似ている理由もここに関係がある。どういうことだよ。メカナルトはお前をモチーフに作られたものなの。お前とそのうちに秘める強烈な力をな。うちに秘めるってクラマのことが。だから名前も姿もナルト君に似てたんだね。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト、その開発は完成寸前まで進んでいた。ノーマルモードってのが今までナルトたちと行動を共にしてたあいつだったのね。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード、片やキュービモードは破壊のみを司るモード。その2つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの我も強烈に強すぎた。開発者の思惑と異なってな。結果テスト起動の際にキュービモードが暴走、周囲を破壊しただけにとどまらず開発者すら殺めてしまったらしい。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新小石だって半分になってて。多分だけどそれってメカナルト君自身がやったんじゃないかな。あいつが？確かにあいつ言ってたわね。ノーマルモードのやつ、まさか俺の記憶を封じるとはって。うん、それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。だから悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新小石を割った。そして石をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。だったらあいつは悪くねえじゃねえか。悪いのはキュービモードだけだ。だが人界は黙ってはいられない。被害が出ている以上奴を止めなければならない。すでに五大国はメカナルトを破壊するため各忍びたちを出動させている。この葉隠れ俺はそんなのやらせねえ。俺はやっとあいつと分かり合えたんだ。あいつはこれから俺たちと一緒にいろんなことを経験するはずだったんだ。それなのにキュービモードの勝手なせいで破壊されるだと。そんなこと俺は絶対させねえぞ。ナルト君、あいつがどれほど吠えようとどうにもならん。師匠、あのよ、
よーし。戦闘開始。時間は稼ぐ。完了だ。待てます。現在の報酬ヤシュット。ロラこっちだよ。これで完了だ。ロラ打線眼クーマシュリケン。現在の報酬いけます。ロラこっち見せてやれ。68連勝。さて完了だ。完了だ。ロラゴーライロラ準備完了だ。ゴーライよ。64よっと完了だ。決めるぜ。行くぜ。
れてるもんがあっから失敗はしねえ。勝負あり。サンキュー。頑張って。仲間も妖怪もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。まったく。戦闘開始。死ね。勝負あり。仲間も妖怪もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。
戦闘開始。遅い。いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。勝負あり。サンキュー。頑張って。仲間も人界もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。おのれ。俺様を捕らえるなど誰にもできん。メカナルト君。うん。ようやく見つけたぜこの野郎。ふん、貴様らか。今さら現れてどうしようというのだ。お前たちの知っているノーマルモードはもう出てこれんぞ。この体は俺様が完全に支配しているからな。抑え込まれてるメカナルト君が。おい、聞こえてんだろ。こんな奴に負けんじゃねえよ。出てこい。お前はこんなとこで終わるわけにはいかねえだろ。Mm-hmm.
無駄だ。言ってるだろ、完全に支配していると。お前はそんなに弱いやつなのかよ。メカナルト君、お前の声など、うわ、ナルト・ヒナタさん、逃げて、こいつとても強い、二人危ない。これってメカナルト君だよね。そりゃできねえな。俺はお前を助けるって決めたんだ。でも、うだうだ言うな。俺はお前を助ける、絶対にだ。ナルト、うう、まさか俺の支配を跳ね飛ばすとは。ノーマルモードのやつ、よほど貴様らを気に入っているようだな。ならば貴様らを潰す。そうすればノーマルモードは完全に沈黙するはずだ。あいつはまだ生きてる。だったらまだ可能性はある。まずはこいつを止めるぞ、キネタ。消えろ。戦闘開始。そのまま、すぐに治療してやる。まずはこいつをぶっ倒す。それでメカナルトを助け出す。やるべきことは簡単だ。やるぞ、決めた。マッチ、やった。調子に乗るな。これは、このまま一気に決めてやる。貴様には無理だ。俺様を苛立たせるな。貴様らはさっさと死ねろ。俺にはやるべきことがあるんだ。それをやるのに決めるぞ。ナイス、キナタ。負けられないもの。いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。パワーダウン。勝負あり。サンキュー。頑張って。メカナルトは返してもらうぜ、この偽物野郎。この俺様を、バカな。よし、あとはこいつをどうにかして。
なんだ。ヒナタ、どうした。どうしよう、ナルト君。大勢の忍びたちがここに向かってきてる。きっと、メカナルト君を破壊するためだよ。しかたね。ヒナタ、お前はここであいつに呼びかけてくれ。俺は外に行ってみんなを。いや、それはお前の役目じゃねえぜ。え？しかまる！それに、みんなも！ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。なんでここに？まさか、みんなもメカナルトを壊すために。なわけないでしょ。あんたを助けに来たのよ。え？仕方ねえだろ。ヒナタにあれだけ頭を下げられたんだ。協力しないわけにはいかねえよ。え？ヒナタ？感謝しなさいよ、ヒナタに。あんたが出て行った後、ずっとみんなを説得してたんだから。そんな、私は別に。そうか、そうだったのか。あんがとな、ヒナタ。まあ、そもそも僕たちはナルトのこと信じてるしね。そうよ、だから今まで他の地域で足止め工作をやってたってわけ。みんな。とはいえ、あまり時間はかけらんねえ。ここからは迅速に行くぞ。おっ。今やるべきことはシンプルに二つだ。一つは外の足止め、もう一つはメカナルトの救出。まずは俺とイノ以外は外で足止めをやってもらう。なるべく時間を稼いでくれ。分かった。そしてナルトとヒナタ、お前たちにはメカナルトを助け出してもらう。でもどうやって。俺ってば何の方法も思いつかないんだけど。五代目に聞いた情報だと、こいつは新小石を媒体に2つのモードで構成されているってことは、イノの術を使ってその内部に侵入し、キュービモードを打ち消せば、あいつだけが残って元の状態に戻る。そういうこった。さすがシカマル、それで行くってばよ。ただ問題がある。これは相手に心があることが前提だ。こいつはメカだ。そして人格を形成しているのは石だ。もしかしたら弾かれる可能性も捨てきれない。だったら大丈夫だ。こいつはメカじゃねえ。最初から俺たちと同じ心を持ってる。だから絶対に成功する。上等だ。よし、始めるぞ。ソートは頼んだぜ。イノ、分かってる。準備はいい？二人とも。おう、頼むってばよ。しっかり送ってくれ。オッケー。それじゃ、行くわよ。新天草の術。ここは術は成功したみたい。
多分ここがメカナルト君の心の中だよ。じゃああとはキュービモードを倒せばいいってわけだな。日向さん、それにナルトも。お前もいるのか。ってそりゃそうか、お前の心の中だもんな。どうしてここに。私たちメカナルト君を助けたくて。僕を、そう、それはとても嬉しいですが、でもここは危険です。今はあいつが支配してて。だからそいつを倒しに来たんだよ、俺たちは。え、ナルト君の言う通りだよ。でも本当にあいつは危険で。お前は俺たちを信じないのか。信じている。でもここの中では奴はさらに強くなってて。いた。ノーマルモードの言っていることは正しい。俺様は最強無敵だ。でけえ。まさかここまで入り込んでくるとはな、愚か者どもめが。外ではノーマルモードが邪魔して本当の力を出せなかったがな、ここでは違うぞ。この力を出せる以上、貴様らなど虫けらにしか過ぎん。やっぱりダメだ、奴には勝てない。二人は逃げろ。俺がなんとか奴を止めておくから。バカなことを言ってんじゃねえよ。あいつを倒せばお前は自由だ。あいつを倒せばまたお前は元に戻れる。ナルト、あと、もう少しで。お前は苦しまないで済む。バカなやつめ、貴様らごときがこの俺様に勝てるとでも思っているのか。ああ、勝てる。大切なものを守るとき、人は本当に強くなれる。なんだと。仲間を助けるためなら、俺はどんな相手でも戦う。どんなに強くても、どんなにでかくても、諦めることはしねえ。絶対に勝つ。ザレ事を抜かすな。貴様が守ろうとしている奴はただ震えているだけだ。そんな奴のために戦って何になる。震えてる？何見て言ってんだよ。俺の知ってるメカナルトは俺の隣で戦う準備ができてるぜ。貴様。俺も同じ名前を持つ者としてお前にだけ任せるわけにはいかない。へっ、相変わらずそういうとこは態度を変えねえのな。揃いも揃ってバカばかりだな。いいだろう。ならば貴様ら全員この俺様が仲良く放ってくれる。行くぜ。戦闘開始。今の俺たちならどんな相手にも勝てる。そう、消えた。消えたなると。もう行くぜ。この強大な俺様を前によくもそこまで吠えること。
強いのはこの俺だ。ブロッチャーズ、いい感じ。このままじめていこう。なるほど、はい、動きが遅くなってるぞ。まだまだ、俺はまだ戦える。これでメカナルトは自由だ。俺たちの勝つだ。これでメカナルト君は助かるんだよね。これで俺は自由。稲田さん、ナルト。おい、やったな。認められるか。そんなことあってたまるか。起動プログラム確認。最終装置起動。お、これは。お前ならわかるだろう。まさか、あの装置を。そうだ、自爆装置を起動させた。このメカナルトの体はあと数分で爆発する。そんな俺はただでは消えん。貴様らもろとも道連れだ。メカナルト君、どうすれば自爆装置を止めることができるの？おい、あるんだよな、装置を止める方法が。ないんだ。止める方法は、一度でも装置が起動すればもう。嘘だからって諦められっかよ。まだだ、まだ方法が。なんだ、何が起こってる。多分これ術が切れかかってるんだと思う。そんな、これじゃ。ナルト、ヒナタさん。おい、なんでもいい、さっさと方法を教えろ。ごめん、本当に方法がないんだ。戻ってきたのか。イロ、もう一度俺は中に入れてくれ。ごめん、もうチャクラが。おい、そんなことよりどうなってんだ。メカナルトのやつ、様子が急変したぞ。自爆装置が作動したの。自爆装置だと？うん。
もうメカナルト君本人も止めることができなくて。リノ、急いでここから離れろ。それと、外で足止めしてるみんなと、それ以外の奴らもだ。分かった。ナルト、残念だが、お前もだ。自爆装置が止められないなら、俺たちにできることはもう何もない。俺は、でも。その通りだ。お前、俺はもう動けない。だからできる限り遠くへ逃げろ。もう長くは持たない。メカナルト君、ひなたさん、僕はあなたに会えて幸せでした。ありがとう。そんなこと言わないでよ。あまり悲しいお別れはしたくありません。だからもう行ってください。でも。ナルト君、ナルト君。しかまる、ひなたと一緒に先に行っててくれ。俺も後で行く。必ずだぞ。なぜ残る？おい、本当に方法はないのかよ。何でもやってやる。どんな危険なことでもやってやる。だからその自爆装置を止める方法を教えやがれ。バカ、本当にお前はバカだ。こんな俺のために必死になりやがって。必死にもなる。俺たちは仲間だろうが。仲間、お前と喧嘩ばかりだったけど、今はその言葉がとても心地よく感じるな。でも本当に方法がないんだ。体は限界だ。もう動けない。装置も解除できない。もうできることはない。体だったらまた作り直してやる。テンテンとか器用だから作ってくれるはずだ。他に足りないものがあるならみんなで協力してやる。だから、もう時間だ。ここで終わりだ。おい、行ってくれ。頼む。ようやく行ったか。短い時間だったのに何かいろいろあったな。喧嘩したし、騙したし、説教されたし。あ、そういえば、日向さんからもらった人形、燃やしちゃったこと、謝らないと。母、でも、もうできないのか。どうせ、この思い出は消えるんだ。俺は終わる。嫌だ。体はどうなってもいい。でもやっぱり思い出が詰まったこの心は失いたくない。
ようやく本音を言いやがったな。え、けどな、こっちとな、そんなこと分かってたんだよ。ナルト、お前の体がもうダメだとしてもな、俺はお前のその心を絶対に諦めるわけにはいかねえんだよ。Thank you.
ト！ナルトくん！よかった。生きてる。ナルトくん。あれ？俺ってば。ああ、そうか。俺ってば吹き飛ばされて。ったく、だからさっさと逃げろと言ったんだ。心配かけやがって。悪い。で、どうだった？結局、俺が助け出せたのは、これだけだった。ナルト。俺は、あいつを。いや。ん？でかしたぜ、ナルト。まだ可能性はある。やっぱり爆発は痛いな。腕が動かないし。足も、で、あれ、なんで俺。え、あれ。やった！成功だってばよ！よかった。また会えたね、メカナルト君。どういうこと？なんで、俺、爆発して。冷静に自分の姿を見てみろって。なんだこれは。ナルトに感謝しろよ。お前の人形をずっと持ち歩いてくれてたんだからな。そのおかげで、あんたはこっちに戻ってこられたのよ。そうか、この人形の中に新小石を。そういうこと。そうか、俺、死なずに。なんだよ、泣いてんのか。泣いてねー。さて、とりあえず戻ろうぜ。いろいろこれから大変だからね。ああ、私たち命令違反で絞られるんだろうな。まあいいじゃねえか、さくらちゃん。こうしてハッピーエンドになったんだからさ。何がハッピーエンドだ。俺の体が、あのかっこいい体からこんな姿になっちまったんだぞ。まあ今はそれで我慢しとけ。ちゃんと元の体を作ってもらえるよう仲間たちに掛け合ってやっからさ。本当か。あの、ダメだったのかな、その人形じゃ。あ、いえ、そういうわけではなくてですね。お、ひなたを困らせてやがる。ひでえやつだな、お前ってば。違う、変なこと言うな。あ、喧嘩はダメだよ。はい、わかってます。出た、代わりに。お前それ得意だよな。それだけは俺でも勝てねえってばよ。ムカ、からかってんのか、この野郎。また、ダメだよ、メカナルト君。せっかくナルト君のおかげで。わかってますけど、僕はナルトには負けたくないんです。体が元に戻ったら、絶対に決着をつけるぞ。ああ、いいぜ。ありがとな。ん？いや、なんでもない。ただ、言っておきたかったんだ。仲間だからな。
決めるぜ。